Yo, good morning everyone. Welcome back to another video. How are you doing? So, today is my political activity too. I wanna try a political speech about half an hour. Let's do this. And I'm here in Hamamatsu local city. There are not a lot of person. はい。ちょっと人は少ないですけど、まあ、渋滞だけはね、立派なんですよね、ここはね。渋滞だけは立派と。まあ、ちょっと寂しいとこですけども、30分、スピーチをしてみたいと思います。じゃあ、今日もボリュームは4ぐらいで。こちらは子どもの未来を作る党代表の杉本です。2015年の後半ぐらいから、政治活動を始めていて、今年でもう5年目に、なります。ただ去年の統一地方選挙で落選をしたので、まだ政治の経験はありませんが、ただ選挙に負けた後に、2つ目の政治団体を作りました。子どもの未来を作る党という、名前でですね、また3年後に向かって、挑戦をしていこうかなと、思っております。一応名前を変えたんですが、基本的には無所属の、一人での政治活動と政治団体、ということですので、同じ状況でね、やっていこうかなと思います。自分の経歴としては、36歳ぐらいの時に、通信制の大学で教員免許を取って、小中高で少し働いていました、非常勤講師とか常勤講師ですけども、最後が2015年の、前坂中だったと思います、前坂中もね非常に、クラスの数も少ないし、子どもの数も、かなり減っていました、どこの学校も一緒だと思いますが、それに反して教員の数は非常に、ね、たくさんいて余っていますので、コロナショックで海外は、オンライン授業というのは当たり前になっていますが、学校の教員も公務員くんですので、ほとんどオンラインはやっていないですよね。数パーセントだと思いますが、いい加減にその時代に合ったやり方に変えていかないといけませんし、自分も教員の仕事をやっていて本当に平気で嘘つきますし、呼吸をするように嘘をつくのが日本の公務員ですから、やはりお金をねなるべく使いたくないというふうになるのかなと思います。税金もね非常にありとあらゆるものに税金がかけられているし、個人的にはね、公務員に対する税金を高くして、民間人に対する税金は安くすると。公務員と民間人の税金はね、セパレートするべきかなと思っています。今のところはね、増税しかやりませんので、日本の政府、公務員は。これも個人的なね、考え方ですが、まずは教育も時代に合った形にして、特に英会話教育とか金融の教育の2つにはもっと力を入れて導入していきたいなとは思っています。それとその何だっけな、4月5月6月の経済成長率が確かマイナス 27.8% で、過去っていうか戦後最悪の、落ち込みと、いうことだったのが、だから7、8、9月はさすがにこれ以上はね、下落はしないかなと思いますが、ただこんだけ日本の経済がマイナスになっているのも、当然クビにならない公務員が全て責任ありますのでね、増税したのも公務員ですし、消費税も増やしたのも公務員、政府公務員ですからね、経済が回復する前に増税ばっかりしているのが日本の政府公務員ですから、それは当然ますますね景気が冷え込んでしまうのかなと思います。政治家の仕事というのはその公務員の味方をするのではなくて、将来のね不安を払拭することにベストを尽くすべきだと思うし、支出も大幅に削減をして、
まあ、公務員が贅沢してるだけなので徹底的にカットをするべきかなと思います。で、減税をして個人の消費を促進をするということの方が、はるかにね、大きな経済的な効果が期待できると、思います。まあ、浜松もね、いろいろその漁港とかたくさんあります。人材を育成するとか、そういったその人材力のレベルアップを図った方がはるかに国のためになると思います。産業をね、新しく起こせば、税収入も増えていきますし、あとはそうですね、雇用もね、生み出すこともできますから、まあ、お金を生み出すのはね、そういった起業家だと思います。あくまで公務員は税金を食いつぶしているだけですから、本当に存在価値がないということは理解をしてほしいなと思いますし、これからもね、訴え続けていこうと思います。それよりもその起業家を支援するとか、世界でも活躍できるようなね、レベルの教育にしていくとか、すごい地味な政策ですけどもね、非常に、効果はね、大きいのかなと思います。人材のレベルを上げることで、新しい産業も起こしてもらって、で、国力も強くしていくと、そういった、コンセプトで、また政治活動をね、続けていこうと思っております。人間がいればいいと思いますが、まあ、公務員なんかの仕事っていうのはバカでもできる仕事ですから、要は市役所とか県庁に行って、椅子に座って息してるだけで金がもらえますからね、1000万くらい。まあ、さっさと法律を変えてリストラと、人工知能、あとはブロックチェーン、ロボットもそうですよね。さっさと代替をして、公務員を、この日本からね、なくしていくと、いうことが重要だと思います。まあ、特に今の時代は、投資だけでもね、お金を稼ぐチャンスはたくさんありますし、今ソーシャルメディアでもね、数億円以上稼ぐ人もいますので、本当に能力があればいくらでもその大金を稼ぐチャンスはあると思います。ですので、そうですね、まあ、本当に21世紀は変化の激しい時代だと思いますので、こういった時代の変化に対応ができる能力というのがね、一番大事なのかなと思います。まあ、当然語学能力もね、求められてくると思いますが、まあ、時代の変化に対応できるということと、その時代の変化もちゃんと理解していかないといけませんし、本当に情報強者になっていかないと、ますます生きていくのは厳しいのかなと思います。まあ、これからの、ね、子どもたちにもそのやりたい仕事を自分たちで見つけてほしいと思いますし、21世紀に活躍していってもほしいので、やはり、最低限のスキルはね、教育の改革をして、人材の、ね、レベルアップを、目指していきたいなと思います。まあ、オンライン授業もね、本当にやらざるを得ない状況になってくると思いますから、まあ、ただその日本の公務員というのは変化を嫌う生き物でありますから、まあ、ということは政治家が、方向性を示していかないと、いけないのかなと思います。政府公務員はね、自分たちのことしか考えていませんので、正しい方向に、正しい改革を、自分その政治家がね、方向を示していかないと。だから政治家がその公務員と仲良くやっているということは本当にあってはならないことだと思いますので、まあ、もし自分もね、当選することができれば、まあ、先に、遅刻をしてくる公務員を処罰できるようにね、条例を作っていきたいと思いますし、公務員の内部情報だけは、不思議と表に出てきません。ほとんどもみ消しをしてしまいますのでね。だから政治家だったらある程度は、こいつらの内部情報も、触れることができると思いますので、公務員の内部情報も入手できれば全て情報公開を、していきたいと思います。情報の、ね、ディスクロージャーも非常に重要ですし、我々の情報は全て公務員を把握していますが、その反対は全くないんですよね。こ
これは非常に危険な状況だと思いますので、少なくとも、ね、市役所県庁の公務員の、住所、氏名、年齢、電話番号はインターネットで全て公表をしていけるように条例を、ね、作っていきたいなと思います。で選挙に出る人は、ね、全て、ネットで情報が公開されていますので、ね、同じ税金で飯を食っている公務員だけ、情報を公開しないというのは非常に卑怯な生き物だと思います。まあ、当然、政治家になれば、公務員の情報は、全てネットで流していきます。まあ、これもおそらく相当邪魔をされると思いますけども、まず議会に、ね、提案をしなければ、こういった問題があるということも認知されませんのでね、本当の問題を、理解してもらうためにも議会で、積極的に提案をしていきたいなと思っております。ということで、子どもの未来を作る党としてはもう存在価値のない公務員がさっさとリストラと法律を変えなければいけませんが、興味を持ってもらって、お金持ちを呼び込むことに、つながると思います。だから漁港を開放するということはね、かなりその経済的な効果が高いと思います。どれくらいあるか分かりませんが、かなりの数がね税金で作られて、いますので、まあ、浜名湖もね本当に立派な漁港がたくさんありました。あそこも開放すれば民間の人たちも、そこにボートプライベートだと思っている人ならば、バーベキューもできますし、安い金額で、プライベートヨットも経由できますから、もう必ずねその金持ちの職種は、動くと思います。そうすればその浜松だけにも船外機とか、プライベートヨットみたいなのを作ってるメーカーは、3社ぐらいありますのでね、漁港を開放して、お金持ちにもっと来てもらえるようにすれば、かなりの金がね、我々の町に落ちると思います。ですからその税金を食い潰すだけの公務員なんか存在価値がないので、まずこいつらを減らすと、リストラすると、で税金を、安くして漁港も開放して、富裕層とか超富裕層に来てもらうということがね、経済の弱い日本にとっては非常に重要なのかなと思っています。同じ発想で静岡空港もね、毎年5億円ぐらいの赤字もありますから、静岡空港の一部をプライベートジェット専用の駐機制ベースにすることで、プライベートジェットを持っているような超富裕層を静岡や浜松に呼び込むと、そうすることでね、浜松静岡の税収入も増えていきますのでね、漁港の開放とか、あとはプライベートジェットの駐機スペースを作るとか、こういったことに力を入れるだけでもね、かなり その金持ちが浜松静岡に来てくれるのかなと思っております。非常にねその経済的な効果も大きいと思いますのでね、子どもの未来を作る党としてはもっともっと柔軟な発想で、政策を提案をしていきたいなと思っております。本当に公務員不要論者ですから、日本の公務員なんかもはや存在価値がありませんのでね、それよりも子どもたちの未来に投資をして、あとお金持ちが、我々の町に来てもらえるようにね、漁港を開放するとか、静岡空港にプライベートジェットの駐機スペースを作るとか、そういった、ね、柔軟な発想をして提案をしていきたいなと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。今日は33分ぐらい、昨日と同じぐらいですかね、子どもの未来を作る党としてね、いろいろその今考えている案を、スピーチしてみました。またそうですね、ちょっと30分だとね動画が重くなっちゃうのでね、半分ぐらいはちょっとカットして、15分以内の動画にして、またアップしようかなと思っています。とにかく自分もやりたいことがありますから、まずは3年後は選挙がありますし、まずその選挙資金と投資資金を貯めることに、ね、専念して、
自分も投資家としてね、少しでもいいのでプラスになるようなね、投資家も目指していきたいなと、安く買って高く売って、自分の力だけで金を稼げるようなねスキルも身につけていきたいなと、なんか子供がだんだん増えてきましたね。ほぼ10人ぐらい。あとはまたライブ動画を今からね、撮って8時半弱前ぐらいに終わろうかなと思います。よろしくお願いします。All right guys, just finished my political speech. Here's the thing. I was a junior high school art teacher in Maesaka Junior High School. That was funny. And Japan has a lot of program.I am a challenge. So, I will be challenge again Japanese next local election. Thank you for watching. Smash like buttons and subscribe. Stay tuned. See you tomorrow. Yara, Yoro. Bye.